おはようございます、アルファです。今日は6月じゃねえや、今日は10月4日日曜日です。で、今日もサイクリングしていくわけなんですけど、今日は、ちょっと趣向を変えまして、ロードバイクのレンタルしてくれるお店があると以前から聞いておりましたので、そちらにもう予約はしてあるんですけど、そこでロードバイクをちょっとレンタルしまして、でサイクリングしていこうと思います。ちょっと手続きも終わって、よし行きますか。今日借りた自転車はなんていう自転車だろう、わかんないけどすごい軽い。さすがロードバイク。さて行きますか。あ、もうケツがすごい高いんだけど、ちょっと どっち行こうかな、こっちかな、こっちか、よいしょっと、ね、下向いてるな、これだいぶ。上に向き変えて、これでいいかな。信号待ちで体を起こしてるとこのぐらい上向いてんだよね。空しか映ってないと思うんだけど、クロスはね、信号待ちしてるとちょっと上向くぐらいでまだ映像使えたんだけど、ロードはこれだけ前傾するんでね、全然使えないですね。大体自転車乗り出して、ダイエットを目的とした自転車を乗り出して7月8月9月10月、約3ヶ月、7月の中ぐらいだから3ヶ月だね。まあこうやってダイエットを目的としてるとはいえ、こう下半身の筋力をがアップしてると思うと、久しぶりにスノーボードも行きたくなるよなと。自分が18で免許取って、18で就職して、その就職したその冬にその会社の人たちにと一緒にスノーボードに行って、そっから約6年ぐらい、これ止まると上向いちゃうから使えないんだよ映像が。うわ、こんな長い下り、こんな長い下り帰り登んなきゃいけないのも地獄じゃん。下りはいいけど、こんなに下ったら帰りが、こんなに下ったら帰りが、やめて、これ以上下るのやめて。
クだったら帰りが嫌すぎるんですけど。すいません、自転車って置くとこってどこか。自転車はもうここら辺に、この駐車場の中に置いていただいて、適当にどっか置いとけばいいです、はい。とりあえずこんな冊子ももらったので、せっかくの美味しそうなうなぎが。
ちょっとご飯を食べました。うなぎもうまかったね。さあ帰りますか。のそうだ、両端寺に5時間かかりましたね。今日の乾燥後プラスなんだうなぎの旅、とにかくアップダウンが多くて疲れた。やっぱりロードバイクは軽快っていうか車両が軽いんで軽快に踏んでいけますよね。ただ前傾が辛いんで慣れるまでにちょっと時間かかるかな。ということで今日の動画はこの辺で終わります。ということでご視聴ありがとうございました。